お姉ちゃん。おかゆ作ったから食べて。うん。お姉ちゃん、はい。あーん。いいよ、一人で食べれるから。どうや、羨ましいでしょう。この子は。よかったら少し交換しませんか。いいんですか。もちろん。夢か、これは。ついさっきまで現実に打ちひしがれていたというのに。それじゃあ、はい、あー、夢なら覚めないで。てっきりこうかと。蓋で交換。すみません、ついいつも妄想ではこうやって。妄想やめてくれ。どうか大嫌いな小魚を食べさせたり無理やり勉強させたりするのだけは。この煮干しをいっぱい食べて、このドリルを全部やってください。はい、食べて。ドコサエキサエン酸がたっぷり入ってますよ。あーさあ、内臓をドロドロに溶かされる。ついに民衆が立ち上がる時、ブクブク太ったデコ富豪をその座から引きずり下ろしてくれる。どれどれ。あー、まあじゃあ始めるぞ。大秘密から。後悔なさい。何から何まで勝ってると思ってると、足元踏まれるのよ。革命なんですと。どう、やめるって。民衆の力をなめるんじゃない。すごい。それからこれを飲むときはこっちから。どうして。こっちからの方が少しずつ飲めて長持ちするんだ。そっか、すごい。これは、あ、どうしよう。これはこうやってグリグリして、で、食べる。あな、ぜひ目を閉じて。行くわね。本当にされると思ったんだ。マイちゃんと間接キスができて嬉しいな。まだご飯途中なのに。すみません、なんかつい。もう、うまいです。よかった。そういえば家ではどうしてるの。階段とかお風呂とか大変そうだけど。ああ、まだちょっとよろけますけど、まあなんとか。はい、あかりさん。あかり、私のお食べ。あーま、それをって。なんだかいきなり。お前こそ何よ。なんだ、ジュースの王冠だった。やっぱいらない。いらないの。じゃあ食べちゃおう。うん、甘い。これ今日までの期間限定だったの。ゆうちゃん、来年まで食べられないね。ご飯部分に侵食の形跡が。ん、しょうがないな、食べてやるよ。うん、あ、ん？これって、うん、違う、これはそういうんじゃなくて。今日は特売セールだったんですよ。大収穫です。あー、師匠、なんでハーゲン食べてるんですか。ボーアイスあるでしょ。いや、こう決戦に向けて気合い入れてる的な。フーにもあげるから。まあ決戦前ですから、よしとしましょう。
やった。卒アルの写真撮るって言ってたし、もう。息切らせてどうしたんだ？大丈夫か？なんでいるんですか？早く麦ちゃんのおやつ食べたかったんだよね。あーん。ゆい先輩と一緒にしないでください。隊長が食べたら私も食べます。いや、そっちが先だ。そっちが食ったら俺も食う。じゃあ同時ならいいでしょ。いいよ。行くぞ。朝ごはん食べちゃいなよ。ナナコ、受験勉強で疲れてるのか？しっかり栄養取れないと頭が働かないぞ。ほーら、うまそうなウインナーだぞ。ナナコ、ぼさっとしてると父さんが食べちゃうぞ。ナナコ、それはウインナーが嫌いなのか、父さんが嫌いなのか、どっちなんだ。お仕事遅れちゃうわよ、パパ。確かに親父の言う通りだな。わかるけど、今はダメ。隠れてご飯あげちゃダメだよ。あげるときはちゃんと私に。おじいちゃん、おじいちゃんとお父さんが危ないな。危ないね。絶対こっそりあげちゃうよ。寺なら私が見張ろう。金輪際餅を食べさせないようにする。それじゃあ一つもらおうかな。はい。どうかしましたか、アギサ君？ああ、いや、なんでも。それじゃあ、あつあつでドロッとした中身にタコの歯ごたえが。違うんだ姉さん、これは不純異性交友じゃなくて。兄は私。なんで、なんでお前が2番なんだよ。こっちのセリフやわ、タケ。ちゃんと木下さんが3番よってサイン出してあげたやろ。紛らわしすぎだろ。そこの2人、じゃれてないで早くゲームしろ。